ちょっとだけ見本な、見本はこうやってふーってやろう。やる？はい。できるかな？できるかな？あ、上手上手。上手上手。上手、あ、上手上手。うん。真ん中の辺にもね、まんべんなくね。おー、上手上手。おー、いいね。全部に、おー、いいね。おー。なんかピューッとしっかりしっかり最後まで。はい、では作り置き作りました。もうワンパターンですが、親子丼とあとこれはお豆腐のおすましと、あとお豆腐の味噌汁、はい、作りました。これでまた明日月曜日からちょっとこう作り置きがあるといいかなと思ってやりました。今日は日曜日の夜です。ちなみに今は6時40分ですね。はい。今日はそれぞれ食べてます。娘さんは餃子の王将の麻婆豆腐からね。あと親子丼でちょっと鶏肉が多かったから鶏肉と、あと冷凍してあったズリを焼きました。お父さんは、あ、作り置きの肉じゃが、うん、とさっき作ったお吸い物、うん、私は味噌汁と先ほど作ったここのあたりを食べたいと思います、うん、それではいただきます、うん、あ、それ、あ、それじゃない、残ったください。あ、ズリうまい、久しぶりだよね。塩コショウ足りる？ズリ好きです。いただきます。うん、めっちゃコリコリした。かけ焼きそば。お嬢さんはチャーシュー麺。
今日は餃子の王将でテイクアウトをしてきました。お昼は食べに行って、それでテイクアウトもして帰ったという感じです。3連休初日で、はい、ちょっとね楽をしたくて、これは唐揚げ、これ娘の麻婆豆腐、レバニラ、ニラレバ、ホイコーローと酢豚は夫です。チャーハン元かな、イエイご飯は土鍋ご飯が食べたかったので、今炊いて蒸らしてるところで、このまま食卓に持って行って食べたいと思います。私はニラレバと唐揚げにしようかな。うまく炊けたかな。うわー、美味しそう。皆さんご飯よろしいですか。え、もう今日は土鍋ご飯だよ。そうね、それで買ったおかずで、うん、そうそうそう、どう今日は土鍋ご飯、これね、あの粒がね、一粒一粒 ね、おこげあるかしら。おこげ、あ、ちょっとあるいやー、じゃあちょっとお母さん、あ、危ない、一足お先にいただきます。おいしそう、結構もりもりついちゃった。いただきます。今日はテイクアウトの簡単ご飯ですが、もう汁もなしです。いいですよね。では、あれば、あ、美味しそう。ご飯美味しい。なんか土鍋っていうだけでなんか嬉しくない？いいでしょ。餃子の王将テイクアウト。あ、お父さんはじゃあ唐揚げとホイコーロー。いいよね。そうそう。娘さんは作り置きのカレーを今パパッと食べましたね。カレーをね、この土鍋のご飯で。うん。それから、あ、なんか娘さんも今度は。オレオを食べるみたいですね。うん。もうデザートタイム。うん、あ、どうですか？うまい。美味しいね。うん。美味しい。ご飯が進むね。進むです。ごゆっくりどうぞ。はい、じゃーん。ちょっとね、お気に入りのね器に出会ってしまいました。購入しました。お皿と。マグカップです。まずね、このマグカップを見ておーっと思っていたら、夫がお皿もあるよということで、じゃあちょっと開けていきます。どうですか、どうですか。これドットなんですけどね、このあと形といい、素敵じゃないですか。もうこれね、ちょっと見た瞬間おーっと心惹かれてしまいまして、それとこの同じ柄のお皿がありました。じゃん。なんかドット好きなのかなという感じするんですけどね。はい。で、なんでしょうね、青のような、なんかこう なんだろう、鉄が入ってるような、なんかそんな感じ、青のような、黒のような、茶色のような、そういうドットですね。これです。かわいいです、はい。で、こちらは
横山幸恵さんという方が作家さんみたいなんですね。素敵な器に出会いました。あとすごいね、持ちやすいんですよねこれね。でなんかこういう形 の、 あのマグカップ持ってないなと思って、ドットはね好きでね、いろいろ持ってるんですけど、はい、ツアー紹介でした。今は平日の10時半です。今日はオムライスの作り置きを作りました。それとあと豚汁を作ろうと思ったんですが、大根がないのでちょっと大根を買いに行ってきたいと思います。そのついでにちょっと足りないものお買い物 してきます。はい、ではこれラップをかけて、卵は、食べるときに乗せようかなと思います。器、これは、いったらオリゴシリーズのレトですね。これはとべ焼き雲石窯です。これはいったらティーマシリーズの、これは17センチディープボール、ちょっと深いのでね、いろいろあのカレーとかシチューとかこういうご飯とかもすごく使いやすいです。ちょっと食べるのにでもまあ結構入りますね、娘用で。これはこれの大きいタイプで、はい、夫用かな。こんな感じです。はい、たっぷりの豚汁作りました。ちょっと大根大きかったりしますが、はい、朝晩冷えてきたので、今日夫にあの炊き込みご飯と豚汁どっちがいいって言ったら豚汁っていうので、豚汁大量に作りました。仕上げにもうネギも入れちゃいます。はい、これと、ご飯があって、あとキムチとか納豆も買ったので、豚汁とご飯とキムチや納豆で、はい、こう夕食昼食朝ごはんもいいですね、豚汁ね。具材は大根、こんにゃく、人参、ごぼう、ちくわ、それと豚肉かな、あとネギをしっかり入れました。こんな感じ。あと舞茸も入れましたね。あとえのきを入れようと思ってたんだ。えのきも入れます。ちょっと入れ忘れていたえのき、大根がなかったので、大根とあとじゃあえのきもと思ってえのきも買ってきました。大きな鍋、この鍋は本当にこう昔から実家にある鍋で、もう本当めちゃめちゃ大きい鍋です。これでおでん作ったり、そうそう、この間はおでん作っていて、そのおでんがもう作り置きがなくなったので、今度はこれにしました。はい、できました。はい、
たっぷり作りました。でリビングの続きのこちらが6畳の和室です。こちらは娘のお部屋として使っています。で昼間はポカポカです。でこれは南東の部屋なので本当に日当たりも良くての過ごしやすい部屋かなと思っています。娘も気に入っています。それでこちらね押し入れを私がプチ改造しまして、娘の秘密基地みたいな感じで作りましたが、ここも冬仕様にしました。こちらボックスシーツも冬用に変えて、あとこの上にですねこの電気毛布をね買ったんですね。これここで電源が入れられるんですが、ちょうどねこの押し入れのサイズ我が家は80センチの180センチで、このマットレスとかこの、はい、台ですね、台枠もセミシングルショートっていうサイズを購入しました。で、はい、ここ夜に、ま、学校から帰って友達と遊んだり宿題を済ませて、あとお風呂も、夕食も済ませた後に寝るまでの間に娘がここでなんかゴロゴロするスペースなんですよね。でここをあったかスペースにしました。でこの階段を使って、これはね道の駅で購入した、はい、階段なんですね。これを使って2階に上がります。でここは大人の人が乗っても耐えられるように、1枚ねこの、我が家を建ててくれた建築会社さんに相談をしまして、この板をね引いていただいてるんですよね。これが1センチぐらいはあるのかな、10ミリぐらいは、うん、これを引いてるからもう大丈夫ですよということで補強してもらっています。それにヨガマットを敷いて、であとこれホームセンターで買った置き畳みたいなの置いています。で上には、はい、紙風船を吊るしていたり、娘の、はい、本だったり娘のものがあります。でこの電気もホームセンターで購入して、もうここら辺はちょっとぐちゃぐちゃなんですが私が取り付けました。なので、はい、上に登って、はい、これを敷いて本を読んだり、娘のお友達もねこの上に登って本を読んだりするんですよね。でちょっとねここゴソゴソありますが、これもう一つねこれのを買いました。でヨガマットもあるんですが、宿題をするのもこのお部屋でするんですね。でその時に、ヨガマット敷いてここのあたりに
あの電気毛布を敷きます。でもうこの線はここにもう仕込んであります。なのでもうこの冬はバッチリといった感じですね。で、あのここにスイッチがあるので、この画面にあのテレビ画面にスイッチを映し出してのゲームをしたりすることがあるんですよね、はい、で昼間はねこんな風に暖かいですが、やはりこう日が沈んで夜はちょっと冷えますので、はい、あったかグッズを揃えました。でよくね、あの押し入れ暗くないですかとかね、コメントもいただくんですけど、これね便球というあのライトなんですね。それでこれがねすごいね、あ、ここ書いてますね、便球ライトで、明るさも、この中光色からこの電球色みたいなのにも変えられるし、すっごく明るいんですよね。こんな風にタッチ式でできたりします。なんかこういうね読書モードとかそういうのもねあったりして、本当に優れた電気です。はい、これでここも全然暗くないです。なので下にも上にも電気は設置しています。はい、ちょっとこの紙風船が増えたんですよね。これが太陽で地球でテントウムシでイチゴで、これはねなんだっけ、すす渡り、あ、隣のトトロのすす渡りですね。あ、真っ黒クロスケだ。はい、こんな感じで吊るしました。なんか顔が全部向こう向いてますね。はい、ちょっとこっち向きました。はい、では6畳の和室ですが、こんな風に押し入れもプチ、はい、リフォームしまして、こんなスペースも設けたので、でもこれもねやはり生活とか頑張ったので、このスペースが設けられました。で昼間はね娘が学校に行ってる時など、私はここでお茶をしたりとか、ちょっとぼーっとしたりしていますね。娘が帰ってくるとね、もう娘のお部屋になりますが、で土日はここでみんなでゴロゴロしたり過ごしています。ではこれからね、日に日に寒さが厳しくなってくる季節ですが、はい、できるだけね快適に過ごせたらなと思います。はい、乾燥もする時期ですし、風邪などもねまた流行る時期なのでね、ちょっと加湿器を、はい、つけたりとか、はい、早寝をして睡眠もしっかりとりたいなと思います。ではそれでは皆様もお気をつけてお過ごしください。いつもご視聴ありがとうございます。